各市市町村にお宅のでで過去3年間ですね始まってからの3年間で亡くなった全死亡者のリストをくださいって言うといただける場合がありまして全死亡者の年齢性別そして死亡日接種日あとロット番号っていうねそういう一覧表みたいなものを場所によっては見ることができるんですけどそうするとある特定の番号ですぐ死んじゃう人が 集中してるすぐ死んじゃうというのはまたキーワードですよね<ー>こんにちは工藤聖子です早速本日のゲストをご紹介いたします14年間国会議員の秘書を務められ現在は YouTube チャンネル日本の人口増加を目指す男藤江ですを運営されております藤江正光さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい いつもねあの同じ千葉でそうですね千葉同士ですからね <laughs>、はい、しっかり慣れましたかねの,赤のニュースもね安定感ありますねありがとうございます、はい、政府が触れたくないロットナンバーに見る健康被害の法則性っていうことでお話を伺いしたいんですが巷で噂になっているこのロットナンバーで健康被害に、えーえー 差が出ている、うん、私もともとはですねロット番号によって、ね、差があるっていうのは浅はかだったんですけど、うんはい、ちょっと陰謀論よりの何かね <laughs> いかがわしい情報なのかなぐらいに始めた頃は思っていたんですけど宮沢隆之先生、はい、こちらのねチャンネルにも出られてましたけど宮沢先生に話聞くとロット、まあ、製造番号ですよね、うん、製造ロットによって差があるっていうのは宮沢先生を仕入れてね実験とかに使ったりするようなお立場の先生からしても当たり前だと。当たり ねそんな当たり前、ね、<ー>基本的なことですよこれまでのもう差があったんだからという大前提の中での話ですけれども、うんうん、あそうなんだと思ったし、まあ、一番のきっかけはもともとこの接種後の死亡ということで有名な事例が、うんはい、鎌倉市の13歳の男の子がね,、うんうん、ね打って4時間後にお風呂の中で水没死亡という,、うんはい、う衝撃の事件があったんですけど。うんうん あと宮城県の3日後に亡くなってしまったその2つの事例知っていましたけどその2つが同じ番号だったっていうのを知った時に何かねズ、うんね、ワズワっとしましてこんな偶然あんだなと思って、まあ、調べるようになったっていうのが最初のきっかけです。なんで,すね、なんでね最初はあるというふうに疑っていたわけじゃなくてね、うん、あの半信半疑というか、うん、あ,のあんまり信じてもなかったんですけども。うん、厚生労働省の資料に ロット番号ごとの死亡報告っていうものもあるんですけど、はいまあ、そこを見るのは僕個人的にはよくないとあんまり思ってまして、ねうん、調べると分かってくるんですけどそもそも厚生労働省に死亡報告がもうちゃんと上がってないんですよね、はい、ほんの一部しか上がってないんで気づいてない人が多いですからね。 死んでるなは的にはですもんね,そうですねでお医者さんも報告を本当に上げてないっていうのはう、ね、これ調べると分かるまた別のテーマになっちゃいますけど、うん、なので、まあ、独自に調べるっていうことをやってるんですけどこれどうやって調べるかっていうと各市町村にお宅の市で、はい、過去3年間ですね始まってからの3年間で亡くなった全死亡者のリストをくださいっていうと、はい、いただける場合がありまして。はいはい でその亡くなった、まあ、全員のですね自治体によってさまざまですが何千人とか何万人規模になりますよね、うん、全死亡者の年齢性別そして死亡日接種日あとロット番号というね、うん、まあそういう一覧表みたいなものを場所によっては見ることができるんですけど、はい、そうするとある特定の番号ですぐ死んじゃう人が 集中している<ー>すぐ死んじゃうっていうのはまたキーワーワドですよねで一例をちょっとねお見せしながらお話ししたいと思うんですけどこれもう市の名前、ね、申し上げますねあの分かりやすいんでね、うん、あの自分のチャンネルでも言ってますんで、はい、愛知県の天市という名古屋よりねちょっと西にある市なんですけど大体、はい、ここ人口が8万8千人ぐらいの市の事例なんですね、うんはい、ここの市民で、えー、新型コロナ を打ってててて死死亡亡して国ががう認めいるという事例が2例出てますで今全国で777名単純計算すると、ねあのまあ、20万人ぐらいの死でね、まあ、1人出るかどうかぐらいだと思うんですけどね、うん、まあちょっと多いなっていう感じですかねこの人口8万8000の割に2人は多いだろうとちょっとね,、まあ、そうですね調べると80代の女性が翌日死亡していたという事例が認められているんですね。うん 次の日亡くなってるとそれから30代の男性若いですね,そうですね4日後の死亡も、まあ、これ国がもう認めているという事例なんですね、うんで。これが2人に共通点がありまして、はい、同じロッドット番号っていう,う今日のキーワードが出てくるんですよ。はい これちょっとね、えー、こういう言い方しておきましょうか M 社と <laughs>、はい、もうバレバレかもしれませんけど <laughs> ちょっと国政政党さんがね <laughs> 特定の企業なんか、ね、っていうとまずいかなと思ってね,ね番号がね3005785これがロット番号になりますこの番号を打っていたっていうのは,、ねねはい、は2022年の2月から3月ぐらいに今全国的に使用されていて、はいえー、日本には大体87万回分ぐらい入ってきてるっていう。 これ厚生労働省の資料から分かりましたけれどもこの指でですねじゃあ、はい、で死亡した事例っていうのは2例だけなのかっていうふうに調べてみるとね、うんはいろいろ出てきまして<ー>、えー、7日以内まで範囲を広げるとですね80代の女性が3回目の接種でこのワクチンを使いまして2022年2月に打ってでこれ1っていうのは翌日ってことですね、はいはい、次の日に亡くなっていてで30代の男性3回目の接種で 4日後の死亡というまあそういう表なんですけれどもこの2人は国が認定してるんですけどなんと天市において、えー、別にですね60代の男性も翌日死んでるという事例が出てきたり認定されてないだけで亡くなってる方がこんなにいるということです、ね、いるんですね1週間以内っていうふうに絞ってもですね、まあ、高齢者が多いですけれども、えー、1週間以内の死亡ということで 範囲広げるとですね、7人ですね死亡事例がこの市だけであるということがわかりました。そう,そうですね。はい。でこれで皆さんね、えー、じゃあこの番号が危ないっていうふうにね、この時点で言いたいわけではなくて、はい、この番号はこの市にねいっぱい入ってきて、うん、ほとんどの市民がこの番号を打ってます<ー>ということであればね、うん、まあこういう事例も出るかもしれないなってね,ね,ねなってくるわけですね。分布がどれぐらいかい、ね。そうですね。まあそこでこの ドット番号は、うん、あるいは他の番号がねどれくらい使われているのかっていう比較できるようにね調べてみたんですよ。これも愛知県尼市の話が続きますけれども確かにですねこの3005785というものは1万2540回打たれてますからかなり8万8000人という 人人口の中でね、打ってる人多いロットだなところがですね奄美市で1万回以上打たれたロットっていうのは他にもいろいろあって8種類あるということが分かりました、はい、アルファベットで始まる番号っていうのは P 社ですね、うん、え番号ということになります、はい、もしねあの差し支えなければテロップでね社名まで言っていいんであればテロップで補足していただければと思うんですけれども他にですね1万回以上打ってる番号の中で えこういう翌日の死亡事例とか、えー、1週間以内の死亡事例がね、まあ、同じように出てればこの番号だけの話じゃない、うんね、というわけですけどもね他の番号で翌日の死亡事例はもう全くないんですよね<ら>全くないゼロですそんなに翌日なくなるもんじゃないんですよそうね,ねめったなことでは7日以内に広げた時にこうなってましたねはいまあゼロのところもあるし まあここはね均一ありますね、うんはい、比較対象としてはね五、まあ、人ってね多いなとは思いますけどゼロ、まあのところもあったり一だというところの中でやはりこれ三ゼロと五な八五おかしいんじゃないのってね,ね突出して多いですねはいさらに天城の隣に愛知県津島市という市があるんですね津島市全体で三年分の死亡者のデータを取り寄せたらたった一人だけ当日死亡した事例がね あるんですよ3年間でね、うん、めったなことでは出てこないですね、うん、統一死亡ってね、うんうん、その方もを打ってるんですね、うん、とにかくこの番号がやたらすぐなくなる死亡時に出てくるとこれを現地に行って伝えるという活動もしてきましたしまたそういうことですね今度対馬市に野口幸喜さんってね参政党の地方議員さんいらっしゃって,て、うん、一緒にまたね講演会や勉強会を開催させていただくという機会も頂い,いてるんですけど。うん これをね僕、地元の方にね、ちょっと怖いかもしれないけど、知っていただいて、やっぱ社会問題だと思うのは、例えばですよ、60代のこの男性のご遺族の方、当然いらっしゃるかと思うんですが、うん、この方々はこの情報、を知らないわけですよね。うん、そうすると、もし知ったとなると、ですね同じ番号を打って、同じ市で、まあ、死亡認定されると、基本的には4500万円ぐらいが国から支給されるわけですよね。うん でまあ、別にお金欲しさにっていうことではないけれども、うん、まあ生活がだいぶそれはね,ね違ってくる大きな金額ですよね、うん、でもそういう情報なければ60代のこのねご遺族の方もきっともらう権利がちゃんとあるかと思うんですけれども情報がないから私が今の時点で知る限りでは国に救済の申請すらしてない死亡事例として上がっては来てるってことなんですよねいや。新接種後ののとししてて世の中ではまだ認識されてないし多分 遺族の方も疑ってないと思うその人が、はい、あの申請したわけじゃないんだはいしていないと思います若田が調べた限り気がついてない気がついてない方いっぱいいるんですよでもこの情報を知ればえ、うん、この番号を打ってすぐなくなったんであれば他の認定事例もあるし認められるんじゃないかとか記の録だと思うのはご遺族がねいうことを疑ってないんであればそれはそれでまたね情報が行き渡ってないということで,で、ね、たまたまね接種の翌日に亡くなったのかと 藤井さん的にはこのロットによってその死亡者の数が違うのはどういう意味があるというふうに考えてますか、うんまあ、この辺りはねあの私は決して詳しいわけではないけれども、うん、じゃあ特定のロット番号が全国にいろいろばらまかれてね全部危ない番号は健康被害が出てるのかっていうとそうは見えなくてですねじゃあこの番号を他の地域で使われてる事例も取得してるんですけど。 ここのようななは、ね、あんま出てこないんで番号が同じなんだけどまたその番号の中でもね分かれてるように思えるんでそもそも製造過程で偏りが生じるものなのか。 あと配送でね何かね変わってくるんだろうかでねでって地域によってその死亡事例が変わってくるということだからあと打つ人によってっていうかねその瓶からね釣ったり出したりするだけでもちょっと偏りが出るみたいな話もそういうことを宮沢高口先生もおっしゃってましたけどちょっとしたことで変わってきて被害が偏りがあるのかなというただまあ多分お話としては何か実験してんじゃないかみたいなね話かと思うんですけどでも実験してるんであればあのこういうデータをちゃんと 取得ししてて、ね、分析をすすするるとといいううう流れだと思思んんででけど、うん、うですよには思えなこういう地方自治体のデータがないところもあるし、うん、あの出してくれるところの方が少ないんでちゃんとデータが整理されていないんですよね現場でもね別にルートで何かねその実際に打った方のね健康被害や死亡事例が吸い上げられる仕組みがね知らないところであるんであれば、うん、そうなのかもしれないけどそもそも国に報告が上がってるのもほんの一部しかないし、ね、実験してた いたとしても結果をちゃんと見れるほどね真剣に取りまとめてないなんだったら僕の方が一生懸命やってるんじゃないかぐらいなんですよね,すよね藤井さんのデータを向こうが見てるかもしれないですよね使われてるのか僕は、はい、でも頑張ってね調べますけど <laughs> いやもう本当にこう根気強くねいつもね拝見してて一個一個データこうやって集めてグラフにしてすごい根気よくね お母さんみたいですね, <laughs> ね。ありがとうございます。本当褒めていただいて頑張ってます。すごいん。な、はい、何年もずっと積み上げてね。うん、すごいわかりやすいデータを開示してくださってますが、みんなにこう知らせたいとかいうそういう思いで久田、うん、さんのね活動を続けているっていう形なんですか。そうですね。まずこの健康被害がまだまだ多くの方に伝わっていない、うん、という現状が、まあ街頭に立つと福田さんもね感じるでしょうけど。<laughs> ちょっとと増えたかなと思いますす、ね、<の>そこも感じるんですよ3年前2年,2年前とか参政、うん、党がちょっと参院選の前とかにビラ配ってた時はもうみんな素通り全然関心ないかったけど、えー、今はちょっとやっぱり話したら、うん、いや実はうちもねとかうちの旦那がねとかって話しかけてくる方がいらっしゃるので、うん、少し分かってはいると思いますけど、うん、そうそうまさにその話しようと思ったんですけど、うん、関心が高まる理由 いううのがも当事者になっちゃっっててるるいう感じんですよね知り合いが大変な思いしたとか本人がもうね後遺症患者と呼ばれるような状態になってるっていうことでそれをね防ぎたいっていう思いでずっとやってきたんですけど結局今流れがね変わってるなっていう根本には健康被害があまりにも多すぎて健康被害 ね、感じるる方が多くなって一番びっくりしたのはあ群馬県の高崎駅で、うんえー、そこもね飯澤さんっていう、ね、あの三世島の議員さんいらっしゃるんだけど一緒に活動してたらたまたま通りかかったねまだ僕より年下の人だと思いますけど、うん、30代の弟がいるんだけど夕方打って次の日の朝もう亡くなってたんですよっていうのはね <laughs> そういうもうたまたまですよたまたま通りかかる人が。 その体験談をお持ちということで、うん、もう本当に隠しきれないぐらいの、ねね、健康被害が出ちゃってるから、流れが変わってるというかね、関心を持ってる人が増えてるという、まあ、喜ばしい状況ではないんですけどね、うん、この状況としてはね。でも、健康被害がまだまだ声を上げづらいっていう状況があるみたいで、はい、それはやっぱりメディアの責任大きいかと思うんですけど、うん、まあ僕らがこういう活動する中でね、もっとフランクにね、だってこれだけの社会問題になっていると僕は思いますから、健康被害。 っていうものが普通に会話でできるようにねそれぐらい関心が高めたいし大きな問題ってあるっていうことをねそういう雰囲気を作っていきたいですよね本当と,とんでもないことが起きてるわけですから日常生活で健康被害これ大変だよねっていうものがねフランクに出るように そういういいムードを作りたいですね私も<ー>具体的な症状をこう外線で言うようにして帯状疱疹出てないですか<ー>とかしびれとかないですか、うん、とかうそ,うそうするとこう自分と結びついてこう聞く耳持ってくれるかなと思って話す時とかもあるんですけど、えー、今朝収、ね、録日の,あの朝だったんですけど NHK の,の生放送「朝一生放送で保証の。えーはい <話>うん、救済制度の話をしずいぶん大きな一歩だなと思って生放送の、うん、あのね、うん、本当に NHK の「地方じゃない,ぐらい、ね、もう、ね、全部一日丸ごとをかけてお話が上がってたんですけどあの番組の最後に視聴者からの、ね、コメントっていうことでで自分が苦しんでるとか10代の子供が苦しんでるんだっていうようなコメントがバンバン届いてねうん、うん、アナウンサーの方が読み上げられて。 そういうのを見るとね、今、自分で疑ってない、ねうん、あの健康を害している方などもね、かもしれないというふうにね、僕は疑ってもらっていいと思うんでね、そ,でねそれだけの今、本当にすごい健康被害、出てるわけですから番組内でも言ってたけど、まあ、年のせいかなとか、更年期かなとかって思って、片付けちゃうことがあるけど、うん、お医者さんがそういうふうにね、持ってまあ言うからね,ね、言われちゃうんだけど、気のせいですとか、精神病ですって言ったりとか、えー、そう、精神科行ってくださいってね。 その雰囲気をだから NHK で放送されたらそれね、うん、結構ね何,何パーセントか視聴率あるでしょうから何だ、えー、か流れが変わるかなと思ってるんですけど、うん、だからねあの藤江さんのそのコツコツずっと積み重ねてきたこのデータとか発信とか講演とか身、うん、を結んできたかなと、えー、思うんですけど。うん、健康被害のね増加とともにっていうのはね と喜べないとこでではあるんですけどやはり皆さんね僕は統計数字で伝えるというのが基本スタンスなんですけど、はいはい、日本人にはという言い方は知ったらいいのか分かんないけど伝わりにくくてやっぱりね体験談とか,、うん、だからさっきの言いいところね帯状ほう疹出てませんかっていう私の発信を受け取ってくれる新しく受け取ってくれる方っていうのは体験談として、うん、脂肪が増えてますって僕が言うのに対してそういえばお葬式が最近多かったなというところを持ってる人が あの立ち止まったりししてくれるし僕はその前にやっぱねそう皆さんもねあの統計で全体像分かるじゃないですかそれでそれは全部ねあの信じろとは言いませんけれどもそこで世の中のことをねもっと理解してほしいなというふうに思うしそこはネックなんですよね一人の体験談の方が多分よっぽどね、うんうん、響くからやっぱり最近自殺的にそういう方も多いんですけど家族が打った後亡くなってしまってという方が街頭に立ってね 活動したりスピーチなんかもされてますけどね、あの、うんうん、僕なんかよりよっぽど響くんだろうなというのは感じます。すね、今自然とそういった方ともね一緒になってね,ね活動っていうのは多い多いですね。気づくきっかけは体験談かねあの誰かのこう耳に起きた話なんだけども、うん、じゃそれを裏打ちするゼーさんのデータがあるというのはやっぱり、ね、両方ですよねねうん、うん、体験談の爪かさね<う>だけじゃわからないから、うん、朝一の放送でもね、うん、視聴者コメントで 私は7回打ちましてコロナにその後かかったけど軽症で済みましたと、うん、おかげでねでこういう放送をしたら、うん、しなくなっちゃってね、うん、重症化したらどうするんですかみたいなたった一人の体験談がね正義だと思ってでもちょっとバカにした言い方してしまったかもしれないけどそういう方多いですね岸田総理も4回目打った後にです,、ねえー、すぐコロナにかかって、うんうん、おかげで軽症で済みましたってね そっちにこう転換していくんですよね話をね。あとそれに関しては多分打ったから軽症に済んだっていうのはやっぱり自分の過去の、ね、行動を正当化するというか、うんまあ、救われるでしょうね。打ったのにそうそうコロナに感染してしまったなんだこれはって思うよりはねあ打ったからこれぐらいで済んだんだから自分のね私は良かったんだなって思う方がまあ ね、防衛反応としてね精神を安定させるためにもそれは、ね、いいんでしょうね。だけれどもだからといってそれはね全体としてがいいのかっていうところまで拡大解釈はしないでいただきたいなとねやっぱ統計データなりも見てほしいなと思って、はい、両方大事ですよ、ね、大事です、ね、大事でですすね、うんはいうん、体験談に、ね、負けずに私も、はい、データを、ね、発信していきたいなと思いますよ。 ロットナンバーに見る健康被害の法則性と草の根の運動についてお伺いしました。どうもありがとうございました。